バンフというです。今日はですね、トンネルマウンテンというところにハイキングに来てるんですけど、これバンフでね、一番低い山なってます。結構バンフってもともと標高が1300メートルからなんか高いんで、まあ来たばっかりの人は高度順応なんかも踏まえて登るといいんじゃないでしょうか。だいたいね、往復サクッと行けば1時間、1時間半ぐらいで終われるハイキングになってます。滑るんで、こういうの入ってます。ショートとケンジのエクスプローラーズロッキー。よう見たら2、4、6、8、9台しかあれ、こんなんいらんかったやろうけど、俺これしか持ってないからな。超綺麗よ。ハイキングしたいってなんか言うと、トンネルマジ登りなさいってよく言われるやん。あ、簡単だからみたいな。でさ、簡単って聞いてくるとさ、スタート結構急やん。で、地味に心やられる時ある。早くして。一括スノーボード行ってるから死んだのよ、足が。もうももパンパンなの。焼き鳥の鶏肉ぐらいパンパンなの今。どういうことやねん。おー、ちょっと見て、街が見えてきたね。山頂付近に来てました。ここからでも結構景色が綺麗なんですけど、ここからがね、トンネルの楽しいところですね。このままトレイルに沿って歩いていくと、裏手にあるランドルがかなり綺麗に見えるんです。俺絶対ね、これ俺滑って落ちた人おると思うねん、過去に。すごい気をつけていかないと。だからあながち俺これ大げさじゃない気するんよ。これよこれ。みんなトンネルといえば表の景色をイメージするかもしれんけど、知ってる人は。俺のメインはこっちなんだよね。企画なんで表面の方見に行こうか。到着。寒い風が。綺麗よ。でもさ、ちょっと街見づらいよな。バイク履く理由はマジ下りのためと言っても過言ではないか。なんか不安やから、やっぱ